はもう3本目のコーナーキックです。ゾーンで構える柏、ヘディングシュート、ニュアですか、渡辺じゃないですかね。いや高かったですね今、これが初ゴールになります渡辺剛です。先ほども触れたようにこれ守備側はレースをこれゾーンで守ってるんですよ。一応村田がついてたんですよね、はい、けどやっぱりこう後ろからあのスピードで入ってくるとゾーンの選手も見切れないんですよね、はい、でいけると思った今の場合でやったら小川の前で触ってるわけですよ、あれはやっぱあのスピードじゃないと、それも片足ジャンプじゃないと届かない高さだと思いますね。